アジアアメリカイニシアティブは、アメリカ合衆国ワシントン DC 日本部を置く、非営利組織であり、2002年にアルバート・サントリによって創設された。サントリは、米国 NPO 指令組織である、米国外交政策議会、アフプックにおいて、副議長を務めるだけでなく、アジアアメリカイニシアティブの前継となる、アジアパシフィックイニシアティブにおいて、 アジア各国への国際支援活動を勢力的に行った。2004年、アジアアメリカイニシアティブは公式に独立 NPO として発足し、フィリピン、スル州を拠点に人権保護、教育、医療提供、紛争解決などの課題に国際規模で取り組む一方、多数の国際フォーラムを主催するなど国際舞台の第一線で活動を続けている。 アジアアメリカイニシアティブ設立2002年組織非営利、組織設立者、アルバート・サントリアジアアメリカイニシアティブが目指す未来は、テロ活動によって、常に危機的状況にある地域に住む人々への人権保護と人道的支援を徹底することである。平和を確立するためには、紛争地域における人権保護、民主主義社会の確立、そして、 整形手段の向上が重要な鍵を握っている。アジアアメリカイニシアティブは、テロリズムと第一線で戦うとともに、紛争地域の子供たちに未来への希望を与え、平和を追求することを、自らの使命としている。アジアアメリカイニシアティブは2002年にアルバート・サントリによって設立された。 2001年アメリカ同時多発テロ事件を機にサントリはアメリカ合衆国議員国際政策顧問を辞任他国における異文化異教官の対立の解決を目指し非営利組織アジアアメリカイニシアティブを設立したサントリは武力衝突地帯での人道支援における経験や研究を用いて地域の人々の軍隊への過信用やテロ組織への 介入を阻止するための活動を行っている。2002年、アジアアメリカイニシアティブは、フィリピンスールー州、イスラム教徒ミンダナオ自治地域における、平和支援プログラムを開始した。イスラム教徒とキリスト教徒の宗教対立が激化する、この危険地域では、他の NPO や国連による支援がほとんど、行われておらず、子供たちは常に、生命の危機にさらされている。 スールー州平和プログラムは、テロ多発地域において、持続可能な平和社会を確立するために、医療提供、教育普及、整形手段の向上を目指し地元住民と、協力しながら草の根活動を続けている。スールー州平和支援プログラムは2004年までに、深刻な貧困が続くイスラム教徒、ミンダナオジチ地域における医療、 教育支援として300万ドルもの支援金を提供し、フィリピン大統領、グロリア・マカレーグ・マカパガル・アロヨから感謝状を受け取った。アダプト・クラスルームプロジェクトは、アジア・アメリカ・イニシアティブとムスリム女性連合との共同プログラムであり、フィリピン・ホロ島において2万5000人以上の子供たちへの教育支援を行っている。本プロジェクトの特徴は、世界中の誰もが、 資金や文房具を提供することで教室づくりに参加できる点である。現在募集中の文具は以下の通りである。近年多発し続けるアジア、太平洋地域の危機に対し、アジアアメリカイニシアティブは他の国際 NPO、NGO と協力し人道支援活動を行っている。具体的には、カンボジアにおける HIV、AIDS 患者への医療提供、タイにおける ビルマ人故事への食料、シェルター、教育の提供、そして2005年に発生したパキスタン地震被害者への救済活動などがある。他方、アジアアメリカイニシアティブは、人権侵害と戦う活動家や、政治犯、思想犯の解放運動を精力的に支援してきた。アジアアメリカイニシアティブの主な、活躍アジアアメリカイニシアティブはこれまで、アジア太平洋諸国に関する、 様々な外交政策に助言を与えてきた。2005年7月、代表アルバート・サントリは、米中交渉委員会を実施し、経済成長を続ける中国が、世界に与えうる、環境問題やエナジー問題などの、国際的影響を交差した。その他、アジアアメリカイニシアティブはネパールにおける、 毛沢東主義者による暴動や北朝鮮の内部問題などに対し様々な専門家とともに政治的、外交的、国際的アプローチを行っている。アジアアメリカイニシアティブは政府から一切の資金提供を受けていない。それは国が介入して行われる平和活動ではなく、人と人とのつながりと個々人の力こそが平和をもたらすという強い信念に基づいている。 アジアアメリカイニシアティブへの募金は、公式ホームページから可能であり、募金したいプログラムを選択することができる。アメリカンフォーリンポリシーカウンシル、アジア、パシフィックイニシアティブ、ハットアバウト・アイ・アーカイブド2008年4月1日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、ナショナル・スタティスティカル・コーディネーション・ボード2005・グロース、リージョナル・ドメスティック、プロダクト、 パーカピタ、テスティモニービフォーザ・ユーエス、チャイナ・エコノミック・アンド・セキュリティ、レビュー・コミッション、ハット・ムスリム・ウィメンズ・コアリション、ハット・ヤン・ジャイアンリー・ハット、アーカイブされたコピー。2008年4月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年4月1日閲覧。アジア・アメリカ・イニシアティブ公式サイト。ありがとうございます。